福田富一さんの経歴と政権です無所属、福田富和59歳、昭和47年、栃木県入庁、日本大学理工学部卒、宇都宮市議会議員、栃木県議会議員、宇都宮市長、現在、栃木県知事2期、 では福田富一さんの政見をお伝えします県民の皆さんこの度栃木県知事選挙に立候補いたしました福田富一でございます私はこれまで 県民の皆様のさまざまな声に耳を傾けながら誰もが夢と誇りを持ち市町村が真に輝く栃木のため全身全霊を傾けて県政運営に当たってまいりました特に東日本大震災からの復旧復興それに続く原子力災害の克服につきましては常に先頭に立ち粉骨再振取り組んでまいりましたそして今チーム栃木のリーダーとして 元気と日本一栃木県の実現を目指すため三度目のそして新たなチャレンジとして立候補を決意いたしました現在の我が国は人口減少と超高齢化景気の停滞地方経済の疲弊など多くの困難な課題に向き合っていますこのような状況の中で多くの国民は将来に向けての不安や焦り閉塞感を 抱いていててると感じていますこの現状を打破し日本の子どもたちのために豊かな未来を描くには一人一人の県民を全ての出発点として地方から活力を生み出し国全体に広げていかなければと強く思います。まさに今地方文献の推進こそが求められています。そして私たちはこの栃木から 活力を広げていくため栃木の力を強力なチームへと結集しみんなでがっちりとスクラムを組み新しい大きな一歩を踏み出さなければなりません私はチーム栃木の力で元気度日本一にを合言葉に県民の皆様と一緒に未来に向かって力強く歩んでいきたいと改めて決意いたしました そのために私は大きな7つの柱に沿って政策を実現することを県民の皆様にお約束しますまず災害に強い栃木として東日本大震災での様々な経験に基づいて地震などの災害から県民を守る防災そして災害の被害を最小限とするための減災など将来に向けた備えに チーム栃木で力を合わせて取り組みます。次に人が輝く栃木として人を育て誰もが生涯にわたって能力を発揮し続けられる社会を目指して小中学生の学力アップや高校生の留学支援さらに元気な高齢者の皆さんに活躍していただく仕組みづくりなどを進めます。次に 私たちが安心して安全な毎日を送るためには支え合いや思いやりに満ちた家族地域そして人と人との絆が欠かせませんそこで3つ目の柱として子育てや福祉介護など地域の力をアップさせ支え合い思いやる栃木の実現を目指します。 次に誰もが健康であり続けることは元気な社会の源となります4つ目の柱として医療の充実とともにチーム栃木全員で健康づくりに取り組む健康長寿栃木を進めます5つ目の柱は成長力あふれる栃木ですものづくり県としての底力を活かし食品関連産業の集積を目指すフードバレー栃木の推進 風評被害をを跳ね返すす農林業や観光のの振興などにチームの力を集め頑張ります未来を担う子どもたちに豊かな自然清らかな水空気を引き継ぐため6つ目の柱環境を守り生かす栃木として再生可能エネルギーの利活用の促進や県民共有の財産である自然環境の保全など 環境を起点とする社会づくりを進めますそして私たちのチーム柄チームが力を出し切るためには揺るぎない基盤栃木として地方分権や財政健全化など栃木の土台づくりに引き続き着実に取り組みます結びに私の思い描くリーダーとは様々な分野の方々と多くの時間議論をしながら将来をしっかりと見据えて決断をし 自らの責任から決して逃げないことだと考えています県民の皆さん一緒に元気と日本一栃木県を目指しましょうただいまの政権は福田富一さんでした